日本神奈川県横浜市金沢区鳥浜町。鳥浜町は神奈川県横浜市金沢区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は236-0002。面積は1.264平方キロメートル。根岸湾南部の湾口部に半島上に張り出した埋め立て地で金沢区の最北端に位置する。北西側は 北、大川を挟んで、昭和町に、南東側は、国道357号などを挟んで、富岡東2丁目に、南西側は、幸浦1丁目と白穂に接する。埋め立て計画段階では隣接する金沢区、昭和町及び富岡東の埋め立て部と合わせて、根岸湾、第二期八区と呼ばれ。 1961年から1966年にかけての第一次港湾整備5カ年計画及び1961年4月に運輸省より承認を受けた横浜港海底港湾計画によると面積142万6000平方メートル後期は1963年4月から1968年3月事業費は80億円であった1965年に 観光時期を1970年3月、事業費91億円に変更された。埋め立てには、ネギシの春節土砂の他富岡の在日米軍富岡倉庫地区として接収されていた土地の土砂の使用が考えられていたが、接収解除後に自衛隊駐屯地として利用することを検討していた防衛庁との間で交渉が難航した。そのため、商名寺浦の丘の西部鉄道、 不動産部開発地からプッシャーバージで輸送された土砂が使われている。土砂採出地跡は金沢区西芝の地名が付き、西部グループにより宅地化された。埋め立て地は当初は大型車両工場や精密機械工場を誘致するための交渉が進められていたが、1963年に明日方和夫が横浜市長に就任し、 従来の市街地からの工場移転の促進を図るため、中小企業団地を設ける、要方針転換がなされた。しかし、分譲地の一軒あたりの面積に制約があったことや、移転跡地を市に優先的に売却する条項がなかったことから、旧市街地の再生には目立った効果が上がらなかった。1966年8月31日、日本原子力船開発事業団により、 原子力船の低傾向としたい胸の申し入れがあったが、翌年7月に横浜市はこれを正式に拒否した。1971年4月23日、金沢区に埋め立て編入。1973年には、横浜市中央卸売市場南部市場が開場。1987年に、南側に広がる金沢木材港の一部を埋め立てて、 マリーナを建設する計画が決定。1993年から1995年にかけて埋め立てが行われ、1995年7月10日に金沢区白浜として埋め立て編入された。2009年には東京入国管理局横浜市局が中区山下町から鳥浜町へ移転した。町名はこの近くの鳥見塚に多くの鳥が飛来したことから付けられた。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる売却可能面積約115万平方メートルのうち、大企業用地約82万5000平方メートル、中小企業用地約33万平方メートルで、大企業用地には、トヨタ自動車販売、丸全石油の輸送所、 戦具メーカーの心丸ハッチボード、佐野工材、石川島春馬重工業が進出。中小企業用地には、金属関係40社、食品関係21社、運輸関係20社をはじめ、富岡東の埋め立て部を含め、計151社が進出した。半島の付け根付近を、金沢シーサイドラインと、国道357号、首都高速湾岸線が通り、 金沢シーサイドラインの南部市場駅と鳥浜駅が最寄り駅となる。首都高速の横浜中心街方面からは過ぎた、出入り口が最寄りとなり、幸浦方面からの上り線には、当地の地名を冠した鳥浜城本線料金所がある。半島の先へは、新杉田駅と入国管理局前とを結ぶ横浜交通開発61系統の路線バスが利用できる。 ありがとうございます。